はい、今回はですね、ドラマーあるあるとして、やってはいけないこと、4つのですね、bad habits、つまり悪い癖をご紹介したいと思います。なかなかですね、長年やっていても僕自身も、あ、やっちゃってるなっていうところが、全然垣間見えるので、まあ、僕自身もですね、これを見ながら、あ、気をつけなきゃなって思いつつも、ついつい癖がついてしまう。やっぱり人間、悪い癖、悪癖と言いますか、いい癖は、全然やってってもいいんですけども、例えば運動を毎日するとか、野菜を毎日たくさんこれぐらいは食べるとかですね、睡眠時間は8時間以上必ず取るとかですね、こういったいい癖はどんどん続けていってもいいんですが、逆に悪い癖、ドラマにとってのずっとそれを続けてるとどんどん落ちてっちゃうよっていう、そこをですね今回ご紹介したいと思います。一つはですね、当たり前の話なんですけど、このセットアップですね、セッティングアップをかなりおろそかにしていること。以前も紹介したんですけど、レンタルスタジオを借りている方が、ドラマにとっては、ほぼほぼ、おそらく8割、9割の方だと思うんですけども、自宅スタジオでもう自分のドラムセットのみを持ってですね、そこだけで練習するっていう方はかなり人数が限られていると思います。電子ドラム、エレクトリックドラムスを持っている方もいらっしゃると思うんですけども、それにしてもですね、かなりの多くの方がレンタルスタジオを借りてアコースティックドラムスを叩くと思うんですけども、その時にやっぱり日をまたいでいろんな人が入ってくるので、セッティングがどんどん崩れていく。入った瞬間にベストの自分の状態のベストを常にキープできているかっていうと、明らかにそれはないと思うんですね。ただ時間がない、急いでいる、今日はこれをがっちり練習しなきゃいけないっていう時でも、ここちょっと叩きにくいけどいっかみたいな、例えばファーストタム、ロータム、セカンドと仮定して高低差がついてしまっているとか、もしくはまあ大げさな感じですけど、こんなセッティングをする人は多分いないと思うんですけども、レギュラーグリップでこういうのが叩きやすいのかどうかわかんないですけど、明らかに無理な形、明らかに見て不自然なセッティングをしてしまう、それでも無理やり我慢してやっているっていうことがおそらくあると思います。ここまで大げさじゃなくても、若干ずれているのを頭で気にしながら練習していると、どこか引っかかりがずっとあるので、あまり効率がいいとは言えないですよね。なのでですね、必ずスタジオに入った時に自分のセッティング、ベストポジションを必ずキープする。これがもう決まって、そこは捨てれるので、もう気にせずにガッと練習に集中できるので、ここをまずはですね、面倒くさくても必ずやること、これをおすすめします。で、二つ目はですね、この座っているスローンですね、ドラムスローン、椅子、ストゥールとも言うんですけども、これがあまりにも低すぎること。これもですね、以前、科学的にどのベストポジション、椅子の高さがベストポジションかっていうのを動画で公開したんですけども、これが低すぎる場合、バックペイン、腰を痛めます。で、これはですね、動画を見ていただければわかると思うんですけども、この椅子をローにした場合に、ももで足を上げた場合、これが非常に負担になると。で、この労力、体の労力がですね、まさにこのドラム演奏に反映されてくる。ここでもう負担を感じているということは、長時間ドラムスを練習演奏している時も必ず無意識のうちにそこに負担になっていると。なので結果腰を痛めたり、首筋、肩から首筋にかけて頭、片頭痛に浸透していくということが想像されるので、ぜひですね、この椅子の高さもセッティングと交えてですね、もうどうでもいいや、今日はこれでいいからもうちゃっちゃと練習しちゃおうみたいなことをせずにですね、ちゃんと、自分のベストポジションをキープしてみてください。で、これ一回でもですね、癖にすると、タバコやお酒と一緒で、やってしまうとどんどんこれが癖になる、悪い癖になってしまっていって、これでもいいかっていう感じになってしまうので、ここをですね、
ぜひ気をつけてやってみてください。そして3つ目はバッグリップ。このグリップですよね。これを間違えて覚えてしまっている方、独学の方に非常に多いんですけども、これしっかりですね、やり方、本当一つのやり方が 100% 正しいとは、もちろん言えないんですけども、先人がかなりこれを突き詰めてやってきた。歴史あるこのトラディショナルグリップだったり、これはマーチングバンドのためのもので生まれたんですけども、現代のドラムセットでは、あまり主流にはなっていない。原理的にこれで叩くのはあまりお勧めしないっていうのは、もしこれでドラムセットでやるならば、こうマーチングバンドと同じようにこのスネアをですね、極端に言えば傾けた状態に常になっていなければいけないと。こうやって叩いている方もいらっしゃいますが、ほとんどの方はどうせこうフラットに、もしくはこう自分向けにできるので、ドラムセットの場合はですね、こう座ってできるし、マッチドグリップが一番主流になってきましたが、このマッチドグリップでさえも、こう独特の自分なりのこういった持ち方だったり、こう何かこうがっちりこう握ったりとかですね、いろんなやり方があるんですけども、このトラディショナルと一緒のように、先人たちがこう、数々研究してきた結果、今に伝わっているので、それをですね、こう、現代の僕たちは、それをまた一から研究する必要はおそらくないと。それで結果、こういう感じで行くのが一番効率的にいいよねっていうなっているのを含めて、その上で、またそこから、僕たちが今日研究していけばいいので、その前の段階のものは、全て壊しておくという形の方が非常に、メイクセンスしていくという感じですよね。なので、この正しいグリップの仕方、これをこう自分なりに、変形せずにですね、まずは、そこからやってみる。で、そこから、で、正しい持ち方を一度習った上で、そこで、もう少し徐々にこう変えていった方がいいなって、例えばですね、僕の場合、ヒットするときに、こう、人差し指を外していく。こういうヒットの仕方もあるんですね。だけど、これは別にメインで使うわけではなく、たまに扱う、こういう音色が欲しいとき、こう、がっちり締めて、こう、叩いたり、もしくはもう少し力を緩める。みたいな感じ。こういった、使い方もあるんですよね。なので、まず基本は、このグリップをしっかり習うこと。これをですね、徹底してみてください。で、最後の4つ目はですね、これ僕が一番、気をつけなければいけないなと思ったのが、クリックを聞かずに練習すること。これ非常にですね、僕もよくあるパターンです。こう、一度、最初の方は、必ずクリック、メトロノームを使って、こうしっかりキータイミングをしていたんですけども、途中からやっぱりこれ、メトロノームだったりクリックを用意するのはめんどくさくなるんですよね。僕自身メトロノーム、アナログのメトロノーム、よくカチカチカチと針が動いているメトロノームを僕自身はですね、買ったことがなくて、すべてデジタルの、クリックだったり、この PC に入っている、キューベースのクリックを使ったりとかですね、アプリでこうメトロノームクリックを、ダウンロードしたりとか、そういうことをやってたりしたんですが、それでもですね、こういつでもどこでもこう携帯で出せる感じにしてあっても、こうメトロノームを使いながら練習するのが、億劫になる。こう時々めんどくさくなる。先ほどのセッティングと同じですよね。これでいいかみたいな、こうできてるし、いいかっていうこの考え、これがですね、一番のダメパターンで、自分ができていると思っていった瞬間に、その成長が、途切れてしまうので、必ずですね、ここ、もしそう思ってしまった時に、こう一回戻ること、本当に自分はできているんだろうかとか、イチロー選手も、おっしゃっていたんですけども、自分を肯定する、
自己肯定っていう考え方が心理的にありますけども、それとは違って疑問符をつける、自分が本当にやっていてこれでいいのか、この方法は本当に合っているんだろうか、まあ、それを常に証明し続けることですよね。こうクリティカルシンキングと、似ているんですけども、ふと思った時に果たしてこう自分がやってきたことはこれで正しいと思ってやってきたけれども、それよりもっといいやり方があるんじゃないだろうか、それで結果が生まれるんじゃないだろうかっていうことを常にですね考えながら、やってほしいと思います。という感じでこの4つの、Bad Habits、悪い癖をですね常にこうアップデートしていくことによって新たな結果が生まれると思うので、皆さんもですね試してやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。